お疲れちゃんスラットです。今日はですねこちらの LJ エリフォーレイジでトロ上げしていこうと思いやすっちゅうわけで、いかついねめっちゃ強そうなデッキを持ってきたので、やっていこうと思います。でこのデッキはですね今ね世界上位にねいたんですよね。どっから見んだ。さあこちら、現在世界17位のこのタクヤさんという、まあ、日本のプレイヤーのね、はい、方ですね。この方が使っておりましたんでちょっとパクってね、はい、どんなもんか、ね、やってみようかなと思います。エリージェイエリボーですね、まあ、今の環境フェニモンはやっぱいるんですけど、でまあエリージェイも、まあ、意外といるんですよ。そのエリポンエリジェイだったりとかなんかちらほらいるんですけど、やっぱエリババはいないよねっちゅう、はい、久々のエリババレイジです。皆さんみんな大好きなやつですね。でそこにフェニックスもエリジェイもいるっていう、また新しくねちょっとやっていこうと思うんだけど、相手はタルダクプリか、もうゴレやんちゅう、エリポンゴレやんっていうやつですね。はい、ここ最近はねやっぱ高回転デッキもいるんですけど、それと同じぐらいかそれよりもちょっと多いぐらいでね、大型もいる。よいしょ。さあこれ橋前エリジェイ蓋もありな気はすんな。ライドラがね個人的に嫌だけど、そう、いやーこれで守られんのか。うっ、結構いい防衛されちまう。そして相手はエリポンがあります。エリポンあるんですけどマジでいきます。だからこのデッキはね結構攻め強いんですよね。エレジャイレイジエリポンレイジとかあるんで、でやっぱダックプリとかタルとか来るから、ここでヒースピ、いやマジで折ってほしい。折ってダックプリボッコボコにしてエリポンまでいってほしい。あー欲出しすぎたか。まあまあまあ、ね、これは、まあ、悪くないで、あのエリポンマジで嫌なんでちょっとぶち抜きます。でケツゴレ来るかな。あー来ましたね。怪しいやりすぎか。やりすぎぐらいで、まあまあ最悪これは1本折られてもその後のカウンターにつなげればいいみたいな甘い考えでいけないかな。てかエリババいらなかったかも。いやなんか全然守れそう。よしよし、卵だけ。おおナイスナイス、卵やったら熱いぞ。いやタギがちょっと壊っちゃうの痛い。これでも来そう。固まって、よし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 、耐えたのマジでかい。だって今回の相手は呪文がないんで、いやでもあとどうしよう、これ守れるかな。まあ、気合と根性でワンチャントルネと、よし走れ、よし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 、エリババ強え、エリバババカ強えぞ。さあ怖い怖いが耐えれば勝ちはお前だろ。文句鉄壁です。さあちゅうわけでいかついね。やってることがやばい、やってることがやばいんですけど、まあ相手のフェニモンはね、あのこっちのフェニモンで打ち消しつつの、まあ、相手今回は文句いなかったか、打ち消しつつの、やっぱここ最近はゴブリンの、まあ、評価が高いんで、それこそゴブギャンとかスケルトンとかがねちょっといないかな、リクビスケとかいないんで、エリババとかもちょっと刺さりやすいみたいなとこもあるですね。やばいぞこれ。しかもエレジェが届かなかった時にマジアチャトルネでも削れる。なんか削り方いっぱいあんな。エレジャイ、エリババレイジ、フェニックス、モンク、その辺が入ればラッキー。通んなかったらマジアチャレイジ。マジアチャトルネ。さあ、みたいな感じの立ち回り無限デッキですね。もうこういうデッキね、大好きですね。おもろいんで。さあ、で、このナルさんは遅延スケラっすね。もうずっと遅延スケラっすね。はい。一生遅延スケラの人です。さあ、遅延スケラは、まあ多分攻め通んないんで、レジャイとか。おー、うわ、ヤンキーだな。ヤンキーだけど、普通にきちいか。え？めっちゃヤンキーじゃね？これが正解なのか。これが正解っぽいの。
エリババ行きたいっすね、これでも。俺は。さあ、1本折られちゃうんですけども、相手がね、やっぱ攻めてる分、こっちも削れますよと。で、ウッドとかがないんで、ちょっとだけスケラのリセットがマジアチャで頑張るかって感じかな。さあ、お互いだいぶハゲたっすね。これちょっと待ってもいいかもな。なんかエレジャイ出した瞬間でまた怖いよね。いやー、マジアチャで射抜きたくなるなー。これ400ぐらいは稼げそうだけど、まあ冷静にね。ケツエレジャイ死毒かこれ。佐藤はアイスイーズをダメージ受けてもらって、いやマジボス敵やべえなあれ。なんか僕は多分ね、ダメージ通せないっすよね、本気で守られたらって感じだと思うんで、ポイズン削りされたくない右と、どうやって削ればいいんだろう。うん、結構熱そう。さあ結構熱い。 いやしかもマジアちゃん有能ゴッドゴッド。なんか今みたいなごっちゃごちゃになりながらタイルが正解な気がする。それ以外の勝ち方は分かんないですね。あんまりババ出しても得がねえか。これは射抜いてくださいだな。よしよしよし。いやマジですこのためのマジアチュアね。でちょっと余裕あればレイジかけて、てか暇だったらレイジかけとけば。よしよしよし。じゃ卵マジ起き上がる。ナイス。いやマジフェニックスレイジしてるだけ。もしかしてこれなんかいつかもこんなんしてたな。いやでも勝てば何でもいい。そう鉄壁いいよ。マジアチャマジアチャゲーして、さあここまで来るとさすがに耐えた。記念のエリバブレイジトレネで剥がしつつ、オッケーエリバブ殴ってるわやばくねてかまあほぼなんだ、ほぼレイジフェニックスとレイジ、まあ、レイジかレイジめっちゃ強くねなんか、まあ、あとマジアちゃんも良かったっすね。さあこれで2800到達、世界33位です。おやさてはエリババエリジャイ時代、エリババはエリババでも今なんかしたってなると、まあ、ちょっとむずいんですけど、まあなんかいるだけね。あ序盤1本折ってくれたわ。そういえばエリババのおかげ。さあ来た。このプレイヤーは高回転族なので、まあディガーとかロイホグとかのイメージですね。
マジアチャマジぶっ刺さるな。だってこんなデッキにさ、マジアチャあると思わないじゃん。まあエリババもか、レイジもか、なんで全てがびっくりで刺さる。うん、まあ施設もあるでしょうからね。ああ、やべ、早く、うー固まれなかった、痛い。ブレフですね。そしたらめっちゃキング起動はできた。いや、うまい。いや、痛すぎ。これはでも、これこそマジアチャで世界を変える。あ、でも文句がいんのか、難しくなってくるぞ。あ、でも施設がないんでエレジャイ自体は通るよねと。さあ、そういうことですね。エレジャイ自体は通るよと。いやー、マジ反射なんかしてる場合じゃねえけど。これさ、端前エレジャイ間に合わねえかな。遅れててもいいな、これは。いや、めっちゃつくね。レイジ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 だってこれだけレイジ打ちたい。飛べ、よし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 でもオシャンティ、あー、そっちじゃねえ、文句いるだろ。ロケット押しあいつ何やってんだ、え、何やってんだマジ。いやー、怪しくなってきたな。じゃあ文句、お前何やってんだ。いや、相手うまい。いやー、クエイクで削られる。ちょっと待って、相手の文句めっちゃ強くね。やめろニフェリックス、お、耐えた一応。まあ、クエイクダブル反射、まあマジアチいかれるかな。固まるが、もう一回来るっすね。いやー、怪しいな。あ、てか、あ、待って待って、実はね、でも俺もね、やめて、お願いマジで、ワンチャン。あ、全然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 真ん中入れちゃい、ごめんなさい全然全然ごめんなさい。いや、これワンチャンあったな。なんかパッと見相性良さそうっすけどね。相性良さそうっすけど、キノコがマジ強えな。ロケ砲が。やっぱ大型のゴレ、エレジャイ、ラバとかにはね、ほんと、ヤナメがないと。ヤナメあっても、2周目もあってガンメタみたいな。いや、でも勝ち筋はちょっとありそうでしたね。もうちょっと豚を抑えれたら、熱かったけど、なんか全体的にダメージ受けちゃったな。クチッ。意外と悪くない、悪くないというか、もうほんと可能性の塊っすね。獣だ。さあ、シーオケ、これもチエンスケラーっすね。チエンスケラーのイメージしかないけど、わかんない。ワンチャンディガポイとかもあんのかな。ああ、もうチエンスケラーっすね。さあ、チエンスケラーどうしようかな。お、またさ、LJ 出してさ、端前やられたらもう、詰むんですよね。でもこれしかすることないんですよ本当に。うわ、マジみんなしてくるやん、これずるっすね、マジずる。はい、さっきやったやつ、よし。で、まあ墓石あるからエリジェは守れるだろうってやつですね。
はい、学びました。ガイモです。もうユニット咲きません。最初に。レイジだけっつって、レイジですら咲きません。はい。動いて得ないです、このデッキ。学びました。でも今ので最強になりました。はい。最強です。自分からは何があっても動きません。レイジぐらいなら。レイジだけなら、レイジだけなら、我慢。さあ、ナイティ、枯渇グランだし、枯渇っすね。ピューンつって。やばい、ずれてる。いや、でかい。でかすぎる。キングギドーは神。でこれキング前にプリン来るんで、ここの位置にね、はい、固まりません。キング起動されちゃいます。さあキング起動マジこれゴリでかっすよマジ。しかもなんか射抜けた2発。よし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 、1発。フェニフェニのフェニちゃん出しちゃう。あ、自分から動かない、自分から動かないは忘れました。いやマジでバカ。自分から動かないって言ったよな、さっき俺。テスラぐらい。ああ、マジで自分から動かない。本当に。言葉が。バカなんだな、俺。多分俺バカなんすね。ゴリゴリコースを使ってます。あ、でも待って。フェニックス、フェニックス、フェニックス。フェニックス、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 え？やだ、めっちゃいい、その人。めちゃくちゃいいナイト来てる。やばい、やばい、やばい。フェニックス、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 マジフェニックスすげえ、フェニックスすげえ。お前だよ。最強、最強、最強。よしよし、あと200だぞ。200は、マジアチャで削れるって、誰かが言った。いや、30秒、待って、この血エリで間に合うか、俺。いや、で文句で削れんな普通は。いやでもお前めっちゃ下手。やべやべ。俺必死に文句の削りとマジアチャの削りで200命だったんですけどね。ナイス。さあ刺さればね強いんでしょうけど、全然噛み合わないっすね。ザ環境みたいなデッキが来ると熱いんか。さあスケ、これもちょっともう珍しいっすね、スケの時点で。いきなり裏ドリル、マジやってることドヤン。さあエクリプス、いやーこれ射抜いちゃうか、誰か、まあ、一応反射できるんで相殺してもらって、うん、まあトルネリッチ変えてもよかったけど、うん、ドリル来たら、いや無視エレジャイしてもタルババもないんでね。うん、これでかい。ちょっと一旦ダメージ受けてもいいや。さあ近畿しつつの高回転ドリルですね。なんかひろいます。序盤はね、もう多分守っとくだけでいいんですよ、こうやって。いやー、見て。よい。うん。いや、これは、レイジボーイ。トルネはちょっとね、コスト使いすぎな気がする。さあ、すでにサードぐらい取られてる。
ハシマイエレジャイちょっと強そうだなこれ。ファルチェまで来たら文句いるからっつってファルチェが来るっすね。よしよしよし、まだ守れない。あーまあそれやばいな、鎌が。あでもいいよ。あーボムまでしっかり反射して、えポイズンがあるの。あでもやめてトルネで近畿道は。よし一回ちょっと落ち着いて流れをね。じゃあエリーババセパしてファルチェ引っこ抜きたいな。ちょっと足りないかな。うわマジアチちょっと見せたいの持ってみ。おいい、熱い熱い。さあ走らせて、うんーにゃ相手の防衛うまなんじゃそれ。いやめちゃくちゃいい文句。さあでもボムが、エリーバブレージマジである熱いこれ。いやーですけうまい。いやマジエリーババマジある。トレネかやめて。よしよしよし、そのトレネはでかい。キングに据えたもん今絶対。相手も動揺してるぞエリーバブレージに。マジ流れ悪、流れ悪が苦しいのも間違いなく。いやーあのポイズンやべえ、敵励んな。跳ね返す。ああお互い跳ね返してるから、そんなことこれめっちゃチャンスよね。マジマジ世界変わる、世界変わる、世界変わる。エリーババレージで世界を変える。エリババエリババエリババ、かわいい大好きも。さあちゅうわけで刺されば強いけどね、刺さんなかった時はもう辛いっすこのデッキ。さあというわけでこちらのね LJ エリババ、日本のね拓也さんという方が使ってるデッキ、皆さんもぜひやってみてください。ではお疲れちゃんでした。またね。